見られる麻雀専門チャンネル。4つの麻雀プロ団体が威信をかけて激突。クリアロチャンネルで検索。リコ。スリアローチャンネルをご覧の皆様、こんばんは。麻雀連合の小林豪です。本日は卓装の速さと美しさを競う第1回卓装選手権となります。本日はよろしくお願いします。私は今晩は選手として参加いたしますので、ナビゲーターとしてこの方にお願いしています。はい、ガチンコ麻雀道をご覧いただいた方はご存知かと思いますが、先日日本プロ麻雀協会の研修合格となりました中山由里子です。本日はナビゲーターとして番組を進行させていただきます。皆様最後までよろしくお願いします。そして本日は素敵な審査員の方をお呼びしております。久我智です。よろしくお願いします。そして、まあ、ゲームの達人からそのままご登場いただきます、片山正幸さんと RMU 大井高春プロです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。結構長く出られてますね。楽しみです。楽しみ。僕はちょっと企画したんですけど、はい、なんかもう失敗あったり感動したりとか、そうですね、笑いよりの感動の方に持っていきたいんですけど、片山さんなんかは僕は早く行ったことあります。卓装はね、したことないです。ないんかい。今更仕方を聞けないです。もう聞かないでしょ。勉強したいと思います。恥ずかしい。恥ずかしいもん。実は僕もですね、正直卓装をずっとしたことがなくて、まあ、RMU で今代表やってるんですけど、やっぱ掃除ぐらいやっぱやりたいなと、うん、なんか若い人がこうやってて早くてかっこいいなと思って、うん、僕最近練習して2年ぐらい練習してるんですけど、やっぱり他の人が 2択やる時にやっと1択ぐらいですね、うん、遅いです、うん、はい、今日楽しみにしてきました。はい、はい、では久我さん、片山さん、大井プロには、本日審査員として選手の卓装の審査を行っていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。それではまず本日のルールをご説明したいと思います。画面出てますかね。本日選手の皆さんには自慢の卓装を行っていただき、3部門で順位を競っていただきます。単純に速さだけを争うタイムアタック、ミスがない卓装を行えるかどうかを競う技術点、卓装の美しさを競う芸術点、この3部門でそれぞれの順位をつけていただきます。各部門の1位に3ポイント、2位に1ポイント、3位には0ポイントが与えられます。最終的に3部門合計総合得点の勝ち点が多い方の優勝となります。勝ち点が同得点の場合は皆さんのアンケートで優勝者を決定いたします。はい、ルールはこのようになっていますけど、どうですか？ですか。はい。まさか人前で卓装することになるとは思わなかったんですけどね。そうですね。まあ、僕この企画に出て言うのもどうかと思うんですけど、はい、速さじゃなくてもいかに綺麗に吹くかを普段ね考えてるわけですよね。はい、雀荘の従業員の方で結構みんな早いんですけど、みんな雑なんですよ、吹き方が。ですから私は普段はスピードよりも綺麗に吹くことをもう隅々までこう見てゴミが残ってないかを確認してやってるんですが、まあ、今日は競技ということで、はい、吹き方は簡略化して、まあ、平等に空吹き3回だけというルールでやりますんで、まあ仕方なくスピード優先でやろうかなと思っております。はい、ではこの後競技に入るんですけれども、その前に私がちょっとデモンストレーションをしたいと思います。本当によしよしよし。どうしたの、急にやる気になっちゃって。どうしたの。ちょっと待ってください、このタオル、うん、めっちゃでかいんですけど、これどういうこと。普段はですね、ハンドタオル的なものでやってるんですけど、これやばくないですか。これ何吹くんですか、これ。はい、吹く大きさじゃない。じゃまず上げて、アルティマは私4枚取ります。4枚取って、この長さに全て合わせます。
大体で13だから、なるほど、17に合わせる。そうです。結構早くない？そうですね。結構。いや、でもあの、この日のためにちょっと作戦をやってきました。いつもやってないんですけど、ちょっとやってきました。そういうところ。大丈夫？宇賀先生、相変わらず女性に優しいですね。どこが大丈夫だったんですか、今の。タオルがまずいね。こいつ。タオルちょっとどうかしようか。どうにかしろという、あの、絶対命令が来ましたよ。あげます、これ。鶴の一声。うん。捨てます。で、私は、倒します、ここで。3枚倒します。もう倒すの？今、拭きました、裏面を。青の背中の部分を拭いて、倒します。多分皆さんやり方がいろいろあるんですけど、はいはいはい、ここでもう一回表を引いて、うん、横に。おお、これ平成流じゃない？そうで、あのやり方が結構いろいろ皆さんあって。なんか来たよ。あ、なんか来たよ。ありがとうございます。やったー。で拭きます。久我先生、このこれは何？モノモダンなやり方を見たことないんですけど、あんまり。そうですね、なんか種類がいろいろあるみたいで、私は入った時にこれを教えていただいた。教えてもらったんだ。はい。宇賀先生、これは、うん、新しいですね。ですよね。あ、まあ、これの方が倒す回数が少なくするんだ。ってことはスーパーデジタルってこと？そう、スーパーデジタル。それは分かんないですね。つまりスーパーデジタル。ただ、僕もっと少ない。さすがスパデジ。もっと倒すのも少ないね。スパデジ、さすが。スパデジ。で、これで、あの、全部の面を拭いたことになります。うまくない？多分おしまい。これうまくないですか？多分おしまいです。出場選手がちょっとびっくりしちゃってるんだけど、これさ、どうなの？元に戻すの？あ、そうですね。戻しますか、うん、とりあえず。戻すところまで。ここまでで？ここまでで OK？ はい、はい、これ全部入れて。全部入れておしまいです。1面。はい。2面。2面をやる。2面。なるほど。青と黄色。やっていただきたいと思います。なるほど。採点しちゃうか。じゃあタイムを測ってみようか。ちょっと待って、かぶっちゃったよ。これできなくなっちゃった。先生、かぶっちゃったよ。なんでこれかぶっちゃったの。これぐらいか。76ぐらいか。かぶっちゃったよ。結構厳しいですね。厳しい？かぶっちゃった。じゃあそれではですね、はい、早速本日の選手を紹介してまいります。はい、まずは1人目、この方もうすでにいらっしゃいますね、小林剛プロです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。では剛さん、意気込みはどうですか？意気込みはね、僕この卓より20年前ぐらいの卓で鍛えたんでね。そうですね、言い訳が多い。アルティマの牌はちょっと大きめにできてるので、ちょっと大きいんでね、昔からやってる方にはちょっと不利かもしれないですね。あの 電源オートメーション社のね、作ったジャンゴーっていうところを持っていて来ていただくと、あの、多分僕が一番早いんですけど、まあ今日はまあ一人にだけは負けないようにしたいなと思ってます。じゃあ続いてその一人目ですかね、紹介していただきたいと思います。日本プロ麻雀協会の吉田元成選手です。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。意気込みお願いします。意気込みですか？まあ小馬郷には負けません。おっ、いいぞ。あの現役のね、店長なので、うん、おほう、卓走力は現役もうね、退いてますよね。いやいや、まだ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 です。親鋭なんで。え？じゃあ、ライバルとして。はい。全然疲れてない？大丈夫です。いただきたいと思います。何ですか今の？何か？何ですか今の？何ですか今のフォローは？それではじゃあ3人目の選手をご紹介したいと思います。3人目は日本プロ麻雀連盟の五反地誠一郎プロです。僕はここで。はい。はい。皆様、こんばんは。まあ、いや、あの、初めてここで麻雀に関わる放送に出たんですけど、まさかその内容が掃除になるとは思いもしませんでした。今日はカマセイヌ役ですけど、そのカマセイヌが一番早いというドラマを見せてやろうと思いますので、頑張ります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。頑張れ。はい、では頑張っていただきたいと思います。本日はこの3名で競技を行っていきます。それでは早速行ってみたいと思います。久我さん、大井さん、片山さんには審査をお願いします。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。それでは1人目は五反地誠一プロ、
誠一郎プロの挑戦です、はい。はい、よろしくお願いします。このまま準備お願いします。もういきなりやっちゃう感じですね。はい、これ先生、涼先生、これ予想とかないんですか？予想とか。見てないからね。プロのキャリア的に、うん、小馬郷が一番古くて、うん、次に吉田も隣で、うん、最後に五反治、うん、これってやっぱりでもキャリアとか年齢って大事ですよね。あとはどれだけ麻雀を愛してるかと。そうそう、そこに入るか。ハードルが、ハードルが1メートルを超えている。はい、では準備はよろしいでしょうか。OK です。はい、ストップウォッチは、はい、持ってます。ストップウォッチ、それでは行きたいと思います。第1回卓装選手権、五反治誠一郎プロの挑戦です。レディーゴー。それぞれ違うんだね。違うわ、全然違うわ。いいね、いいね。あ、平成だ。昭和には負けませんよ。うん、これ平成だ。綺麗だね、落ち着いてんね。いいよ。いいね、いいよ。切れてる、切れてるよ。うん、あ、僕うるさいから。大丈夫ですか？あ、今度横じゃなくて縦に行ったね、縦に行ったね、これね。切れてるよ。チェックしとくか、限定な、今のな。あ、はい。来たな。いいね、いいね、いいね。お、早っ。仕事真面目やってんだね。あ、でも逆に僕さっきプロ歴どのくらいしたんだけど、なんか小箱ぐらい偉くなっちゃうと、これや若手にやらすんじゃないですか。みたいね。あ、2列ずつですね。2列ずつ。だから一番若い五反治が一番やらされてる感が。あ、なんか不思議な。あ、今ので全面やったんですか。はい、2番目行きました。すごいな。2番目行きましたよ、早いですね。まだ1分25秒です。ちょ、基準が分かんないわ。大体2分半とかが結構早いって言うんですけど、見当てちゃってるの。いやー、なんかやばいっす、そもそも。振るよ、振るよ、振るよ、頑張れ、やべっこだぞ。見てる方がなんか、ね、なんかこれ面白い。負けないぞっていう、そう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 、あの方がね、いそうだよね。もっと早い人いっぱいそうだよね。いそうだよね。これだけタイムシフトで撮っといて、あの後で見て練習用にね、あ、何種類も吹き方もそうです。そうですね、それ面白いですね。皆さんが種類いろいろあるので、いい体型ね、持っていいね。二つずつ倒すのは普通なんですか？うん、これは結構初めて彼の。初めて見たと、うん、敵に塩を送る形で小馬子が今なかなか。はい、終了。やばい、結構かかった。でも時間がかかる、はい、でもいいんだな。五反治プロの挑戦が終了いたしました。ちょっとそれではまずタイムから発表していきたいと思います。1人目、五反治誠一郎プロの記録は2分33秒88です。あんまりなかなかいい記録じゃないですか。いや、私なら2分20秒ぐらいいけたかもしれない。ちょっと悔しいけど。え、2分、もう一回言ってください。2分20秒ぐらいはいけた。33秒ですか。33秒です。2分33秒、はい、じゃあ2分33秒なりの採点を。では皆さんには技術点と芸術点の審査をしていただきたいと思います。もうかけていらっしゃいますかね。一応かけました。はい、かけました。はい、それでは一斉にお願いします。得点をどうぞ。じゃじゃん。あ、結構近い。7点、8点、8点、8点、高いですね。あれ、結構近いですね、これ。ね、なかなか皆さん、15、15で30の44、まあまあ、技術点が23点、芸術点が21点です。いやー、いや、待って、芸術点もっと取れたな。それぞれ何つる、どこが。うん、技術点はね、最初にしてはすごく失敗もなく、はい、まあ最初だから厳しくて8点ぐらいかなと思って、まあ、基準になりますからね、スタートの最初の方は。芸術点は、まだ美しい人はいっぱいいるかなと。あ、あまり奇抜でなかったんですか。うん、逆に片山先生は芸術のやっぱり、あの、何、2列ずつパカンパカンって倒していくのがちょっと楽しかったね。楽しんでた。楽しんでた。僕も同じですね。最初の基準なんで、まあ、7-7にしようと思ったんですけど、思ったよりミスが2枚ぐらいしかペコペコってならなかったので、
もう8入れないとかわいそうかなって。もうあとの2人バクバクだよ。だから小馬方がいつもの余裕がないんですよ。よかったね、本当によかったです、僕は、はい、じゃあボタンチプロお疲れ様でした、はい、ありがとうございました。それではプレッシャーかけてやりましたよ。心臓バクバクの2人目、はい、これなかなかのコンテンテンションお願いしていただきましょう。吉田元成プロお願いいたします。はい。いや、ボタンチ早いじゃないですか。上司。あ、そうだ、上司。上司です、リアル上司です。はい、リアル上司。準備ができたら教えてください。ちょっとあの手汗が、手汗が今はい、はい、それではいきます。レディーゴー。聞いたんだったら、ね、やっぱり黒とか出てますね。おじさんって感じします。マジ？どうした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 ？やっぱ僕の考えなんですけど、やっぱ若い人がやっぱやらされると思うんですよ。たくさん。そうだね。ご単純やっとけよと。なので、はい、出世してる人はなかなかやらないんではないか。気がするんで。緊張してますね、今。なんか吉田さんがワイン作ったらこれなんか扱うみたいな感じになってる。おじさんね。お酒に例えるとそんな感じというけど、僕このやり方をしか知らないです、うん、はい、僕が教わったのはこれです。これ昭和ですよね。雑昭和。早いですね。ご単純が上司を笑っている。昭和ネタで、うん、僕はいつも笑ってますよ。ね、これ昭和だよね。これ一番基本な感じ。一番クラシックだよね、これクラシック先輩、うん、ちゃんとやってる。抜けだぞ。結構早いですね、うん、こっからですね、はい、やばい。ここから何、あ、3個持った。3枚、うわっ、あー、マジ、俺はやばい。リスキーな3枚倒し。リスキーな3枚倒し。はい、2枚やりました。最後3、はい、うん、狙ったね。いや、これちょっと難入です。もう次にかけましょう。何枚にかけましょう。何枚、はい、難入しました。これ1分47秒です。かかりすぎです。ここでまた芸術点すごいあるかもしれないよ。そうですね。でもあれは、うん、ある意味こうチャレンジだからね。チャレンジなんで、はい、フィギュアでいうとこう4回転ジャンプを今出したんで、それでちょっと焦げちゃいました。フィギュアも後半に、はい、今疲れてますからね。1.2 倍ぐらいの価値はね、何入してから頑張って。あ、早い。これいい。なんかなかなか中継できてるね。まなざしが真剣だけど。そう感想言ってたよね。早く早く言って。ずっと見てるの、見てるだけで。向こうカメラもあります、うん、あ、大丈夫です。もう生で見たくなっちゃいました。もうなんか、さあ最後締めるかな。あ、まだ、あ、もう一周ですね、はい。まあでもこの動きはすごいですね、はい、僕はこの動きあんまりすぐこぼしちゃうんで。いったのにね、ほとんどできない。はい、さあトリプルアクセル。はい、トリあー、惜しい惜しい。着地最後はダブルトーループ。知ってる。最後ダブルトーループ結構見てますね。うわー、はい、あ、泣いた。終了しました。それではタイム発表します、うん、3分20秒4です。3分20秒。いや、店長勝ちましたわ。私がすいませんでした。はい、この記録どうですか、吉田プロ。いや、2分台には行くと思ったんですけどね。やばいっす。トリプルアクセルですか、やっぱり。トリプルアクセルがうまく決まる、はい、まあ、そう、それですかね。ではもう審査員の方は得点出てるんでしょうか。出ましたね。はい、では、ね、じゃあ一斉にお願いします。どうぞ。はい、おーっと、結構低く5点。あれ結構低く、トリプル、はい、トリプルダブルですよ。技術点が16点、芸術点が21点となりました。
リアル上司。これ失敗しなきゃダメね。8、8行ったんすよ。もうちょっと行ったかもしれないね。そうね、うん、チャレンジ、チャレンジ精神ですよね。やっぱ、うん、プルシェンコも言ってましたから。4回転止めって言ってました。言ってましたからね。僕は吉田さんの買いますよ、チャレンジ精神。はい、おめでとうございます。貼って、貼ってですね。貼ってちゃんと入れてます。はい、はい、ありがとうございました。では3人目の選手に登場していただきたいと思います。あ、どうなんですか。小林豪プロ、お願いします。来たな、スーパーデジタル。なんか普通にやればね、はい、2着にはなれそうなんですよ。なれそうですか。2着にはなれそう。数字に取られない。手が痛かったら教えてください。そこはまあトップを目指して、ね、あ、トップを目指して無茶しますよ、はい、よろしいですか。深呼吸して、はい、やりましょう。いいですか。それでは行きます。レディーゴー。手の動きやっぱ早いんですよ、一番パッパッパッ。おじさんですよね。二人とも落ち着いてる。はい、うん、お、そっち系、そっち系ですか。そっち系ですね、うん、なるほど。今一気に出てましたね。はい、でも前の扱いが結構、はい、なんか優しいっすね。優しいっすね。やっぱりね、早く視線を扱うようにと言いますからね。ちょっと2個ずつ、さすがです。今2個ずつしました。2列ずつも大丈夫。はい、何ですか。来すぎた。あ、僕がですか。あ、いいですよ、やりますよ。あ、もう、でも今もうやっちゃってます。お、かっこいい。すいません。あ、もう、その後やりましょう。ちょっと待ってきましたけど、大丈夫ですか、これ。はい、わかりました。これは修復も早いかどうかね、最初だけどね。早いです。修復早いです。スリープのボスから指令が入って、はい。おいさんもやってよって。あの、やります、最後。練習した成果を見せていただけるんですね。できませんけど、皆さんが、でもこれ、本当に、吉田さんがどれだけすごいかを僕が見せます。なるほど、はい、見せていただきましょう。あ、おお、出た、出た、すげー、4回転プルシェンコ出た。プルシェンコ、すげー、これが4枚倒し。失敗、初めて見た。いや、着地が失敗、着地が失敗、着地ブレた程度で、ブレたの。すごい、まあ、はい、何人かのところで1分53秒です。え、嘘、ほら、嘘、全然遅いの、一番遅いです。パンコ、コバゴに今効率の話をしたくなったの。効率悪いんじゃないのそれ。大丈夫、4回って無理しすぎたかな。もう少し落ち着いてますね。至って練習です。至って練習です。ソフトな感じがいいですよね。さすが、丁寧が、丁寧さが素晴らしい。あ、でも本当になんか立てるときは優しい。音がしない。あ、横2枚、横も2枚、すごい。これ書いて時間かってからダメだ。自己反省。試合中に反省しちゃダメじゃん。いつも言ってんのに。早いでしょ、早いでしょ、早い。僕ので笑いすぎです。すいません。つまにハマっちゃって言ってる。あ、これすごくないですか。すごいですね。今ちょっと真似したいですね。うん、すごいですね。これ皆さん、後でどれだけすごいか僕が見せてあげる。これすごいよ、本当に。普通がどんな手だ。真ん中で詰めるの、そうですよね。真ん中で詰んだ。へぇ、おぉ、すごい。これすごい、端。さすがですね。これ。はい。わかりました。これ、ちょっ。それでは、まずタイムから発表して、見たいと思います。3人目、小林豪プロの記録は3分26秒です。あれ全然わかんない、全然わかんない。あれビリ3分26秒です。え、はい、ビリじゃないの。6秒負けた。 それでは審査員の方に芸術点と技術点を発表していただきたいと思います。皆さん、どうですか。ちょっと待ってください、これ今大事なことが、今大事なところ、はい、ちょっとミス多かったからね。いや、でも僕は、うん、
どうしても4回転を買いたいんで、はい、出しますよ、史上最高。よろしくお願いします、はい、どうぞ出しますよ、9を、はい、5点、9点、5点、8点、8点、9点。芸術点は高い。これはちょっと分からなくなってきましたね。早いな。技術点が18点、芸術点が26点です。44点、同点だ。お、でも一つ一つのあれだから、あ、うん、じゃあ分かんないよ、うん、あ、じゃあこのさ、集計をしてる間にですね、はい、さっきボスから指令がありまして、はい、じゃあ、おい、お前もやれと、お前も恥かけと、おい、プロの先輩が見られる、恥、もうやりますよ、はい、ちゃんと時間計ってあ、あの時間計ってて、はい、あ、ちゃんとこれ落ちになるから、はい、いきます。大丈夫ですか。小箱を採点して、だって採点、うん、採点してまたカメラ前を通るっていうねいいよ、はい、ではいきます、レディーゴー。ボタンは分かるの、ボタンはあ、ハイパイが上がってるのは分かんない。あ、違う、あの子なんつったっけ、4枚あれ、これ、いつもと違う、ハイパイが出てるあれ、いつもと違う、そうそう、すごい、すごい、何枚何枚、え、なんつったの今先生、ちょっと、なんつったの教えて、何枚何枚か計算しなきゃ、はーいえ、じゃあ今計算したよ。だから、あれしよう、17にすればいいでしょ。17にするんですけど、うん、何、彼女何つったの今、教えて。この列に全部合わせるので、これでいいんでしょ。合ってます、大丈夫です。これ最近吹くんだっけ。3回、全部3回ずつ今吹いた。うん、吹いたって大丈夫だよ、ちょっと待って、これ吹いちゃったらいいんだから、下駄がないよ。あ、ね、下駄あります。一つ、下駄使っちゃうの。あ、わかります、使わないでしょ。なんだよ、かっこつけちゃった。下駄ありますよ。いや、でも、いや、大丈夫です、みんなやってなかったんでいいよ、なかなかいいよ。思ったより早い。うん、思ったよりいいじゃん。ちょっと無理しちゃおう。あ、無理しちゃ、無理しちゃ、喋りかけないでよなんだよ、あんた喋ってないじゃないか、パンさん先生、相変わらずの冷静なツッコミすんね。ちょっと待ってよ、さあ、じゃあ、久我先生、はい、僕は麻雀愛してる。ああ、その辺ちょっと高く評価しましょう。パイよね、評価材料がそれ。パイ、皆さんパラ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 やりすぎですよ。だってそんなにさ、パタパタ倒されてさ、ね、これ人だと思う。僕これ、これ、あ、なんだっけ、あれ、こ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 れ、恋人だと、あ、赤首見えたこれ、恋人だと思ってるから。なるほど、麻雀パイが素晴らしいですねこれなんだよ、ボスボス、なんでこれやらしたの、僕に。みんな思ったより上手いと思ってね、これ練習したら初めて練習して。そうですね、僕あの団体の代表なんで、はい、偉そうにあのやらなくなっちゃった側なんで、はい、でも練習2年間、ま、本当に2年間カップ戦とかの卓装僕やってるんですよ。なるほど、うん、そうですよ。これでこっちは吹いた、いくよ、2列いくよ、ぎこちな。おー、チェ、これぎこちない愛ってあるじゃん。でもかっこいいよ、勢いがありますね、ぎこちない愛ってあるじゃん。勢いでいきます、勢いがある今五段子多い勢いがある、ちょっと面白い勢いのある芸人多いだから、はい、乱入、乱入するところで2分36なんで五段子今笑ってるの。いやいやいや、僕は2面と同じタイプです。だから言ったじゃん、ちょうどみんなが2択の時に僕1択って言ったじゃん、合ってるだろ。ちょうどってことは今実力をフルに発揮してるってことだ。常に全力ですもん。テレビ前でも変わらない実力だから、やっぱりプレッシャーに強いんだな。数が合わなくなっちゃって。大丈夫です今愛してるよ、愛してる大好きだよ、大好き、吹くときめっちゃ荒々しいっすか。大好きしつこくしつこいですね。あー、好きだよ、語りかけるという現実が含まれてる。なんかちょっと嫌われるタイプだな。ちょっとしつこい、ストーカー的な粘着系な感じですか。ちょっと乱入、マジでいつもペース上げます。おー、慣れてきた。5分以内であれば、そういうことで、さっきのあれです。で、これ成長してるってことだ。なんか上から目線の発言が出てる。実際5段階上なんで。先輩だけ受け入れます。うん、早いですね。うん、綺麗綺麗です。俺4回吹いてる？ま、かけねえか。
そんなに細かい。そんなに関係ない。これちょっとでも僕これ楽しいです。パイ触ってんの。なんかコバゴが今さ笑ってんだろうなと思った。腹立ってきたな。僕拭いたよね。拭いた。全部拭きましたよね。うん、あとあれ、4枚倒すぐらいです。OK です。過ぎたんじゃないかと思ったんだけど。あと、ちょっと、あの、これですね、うん、またあの、あれ、3枚拭いたっけ。あ、そうだ。いい、2回拭くって、2回告白するってあるじゃん。ダメでも。いくよ。はい、ドーン、はい、ドーン。本当に恋人と思ってるんですからね。調子のはい、ドーンって言った。調子のちでき、もうできんじゃねえかなと思って。はい、ちょっと待ってよ。あ、いいんじゃない？じゃあ、うん、タイム。よし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 。してみたいと思います。言ったろこれ言ったろ。これ言ったろ。大井プロのタイム4分54秒です。あ、5分ほら、待ってる早い。早くなってる。ってことは成長してる。明日やったらもっと早いから。あ、そうそういうことだ。そうです。これ本当いっちゃうよこれ。成長スピード。得点の方も出していただきたいと思います。空気読んでよ。空気読んでね。はい、お願いします。空気読んでよ。5点、3点、4点、6点、6点です。技術点が15点、芸術点も15点です。30、足しやすいね。足しやすいです。最悪だった。いや、慣れてない割に。はい、うまかったです、とても。もう本当そのさ、超大冗談から、よく頑張ったよ。ありがとう。次回まで。はい。はい。それでは、皆さんの合計得点。お、もう集計出た？2人で、はい、ありました。集計途中ですか？あ、今、2人来てもらえれば、はい、いや、特別ゲストがやってくれるみたいです。あ、なんか、ちょっと1人おぉ、じゃあどうぞ。お、やっていただけるんですか？いや、もうだって集計出るとこですよね。集計途中で、集計途中じゃあ、1回やってます。公開処刑なんですよね。じゃあ、ワンセットでいいんじゃない？じゃあ、ワンセットだけで。あ、ワンセット、わかりました。タイムはバイトして、はい、じゃあ、また、いいよ。はい、いっせーの、はい、スタート。ありがとうございます。ちょっと、すいません。
じゃあ2面やる。2面やります。2面やらせていただきます。はい、わかりました。いいですか、2面でもいいよ。じゃあすいません、あ、新井と申します、よろしくお願いします。はい、はい、では、いいですか。はい、レディーゴー。邪魔してやる。ほら、あーお前カメラで撮るなんだ。緊張したと思います。僕意外と嫌でしたもん、途中。2面目は。もう行くないと思っちゃいました。山口さん何点だったんでしたっけ。僕ね、15、15。あ、でも意外と早かったですよね。そうです。僕にしちゃう。あなた爆笑したんですよ。全ての競技が、演技が終了しましたので、この後は表彰式になります。はい。え、皆さん結果が大体お分かりになると思いますが、はい、集計結果が出るまでほんのちょっとだけお待ちください。お邪魔しました。
ピーンと同時やったな、ね。鑑賞。はい、表彰式になります。それでは第3位から発表していきたいと思います。第3位はタイムアタック、2位技術点、3位芸術点、2位合計得点が2点、吉田元成プロです。こちらどうぞ。はい、第3位です。はい、どうでしょうか。そうですね、大井さんと新井さんには勝ったかなって感じです。そりゃそうだ。そう、普段やってるかどうか出ちゃう。緊張だよ。いや、ほとんどご単純にやらせてた記憶があります。すいませんでした。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。それでは準優勝を発表していきたいと思います。準優勝はタイムアタック3位、技術点2位、芸術点1位、4ポイントを獲得した小林豪プロです。お疲れ様でした。ラスカイ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 でした。はい、準優勝でしたが。はい、そうですね、やっぱスピード面で劣ったのと、無理したらやっぱり時間かかりましたね。やばい、倒し。ただもう今後皆さんが綺麗に灰を拭いていただければ私は満足です。はい、お疲れ様です。ありがとうございました。はい、ました。それでは優勝に参りたいと思います。優勝者はタイムアタックが1位、技術点1位、芸術点2位、7ポイントを獲得した五反地誠一郎プロです。あ、そっちか。勝ちました。はい、お疲れ様でした。第1位です。やりました。はい、普段はやらされてるんですか。やらされてますけど、まあ仕事ができるのでそのくらいはどうってことないですわ。はい、じゃあ審査員の先生方に総評をいただきたいと思います。はい、ではボイプロどうも。はい、本当に楽しかったですよ。本当僕実際やってみてですね、普段よりやっぱり時間かかっちゃいました。やっぱりカメラが回っていて、緊張しちゃうのかなと、手がうまく動かなかったですね。だから3名の方やっぱり全然僕よりは早いし、正確性があって綺麗だったです。これ大会楽しかったんで、またどんどん続けていただいて、なんかデモンストレーションの画面が一番うまかったんで、なんかこう勝ち抜いてチャンピオンとテレビに出てた人、ナレーションの人がやってくれればいいかなと思って楽しみにしてます今後。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは片山さんお願いいたします。はい、3名の方やっぱり麻雀に対する愛情がすごい感じられましたね。やっぱ麻雀好きなんだなと思いました。新井さんはね、ちょっと麻雀嫌いなのかな。はい、ありがとうございました。それでは最後に宇賀さんお願いいたします。はい、今回の卓装選手権、こういう企画やったらいいなっていうふうに僕の方でちょっと挙げたわけなんですけれども、戦いの合間にビデオで出てたあの人っていうのは大阪の高井豊さんっていいまして、3年ほど前に僕が大阪のブッキング青葉っていう木下前総連会長の雀荘の店長なんです。で3年前に技を見せてもらっても感動しまして、今回今年になってお願いしてわざわざ大阪まで取りに行って、ね、人なんですよね。ですからもう今回のノリで人には追いつけないかなと思ったんですけど、みんなそれなりに早かったんで、麻雀っていうのはこういういろんな感じで得点はこういろんな団体で争うっていうの以外に手の技術っていうような感じで
4団体の対抗戦があったりとか、各雀荘の俺が一番強いんだぞと雀荘対抗戦があったりとか、うん、そういうところで競うような感じのも麻雀の一つだと思いますので、はい、もしできたら2回3回、はい、我こそはという人はビデオ送ってきてもいいし いろんな感じで楽しめたらいいと思います。超人出てくるもうすごいのが、はい、皆さん本日はありがとうございました、はい、2回目以降も愛を込めてタクソやっていきたいと思います。求む挑戦者、私もタクソ頑張りますのでよろしくお願いしますそれではこの辺で失礼いたします。皆さんさようなら。